第2章の物語はここまで。次は第3章のお話をしたいと思います。夜の世界にたどり着いて絶望をして、セリアノワールに会ってベーゼルの思いを聞いた紫の蝶はふと後ろを振り返る。これまで何の価値も感じてなかった自分が生きていた世界をふと振り返る。苦しみばかりがあって愛しいあの人を亡くしてから何の価値もない世界だと思っていたけれど、もしかしてそうではないかもしれない。そんな可能性にふと気づき出す。けれども大好きな人を追いかけて無我夢中で夜の扉を通り抜けてしまった蝶には帰り方がわからない。だから蝶は目を閉じて意識を自分の心の中に向けて、自分の奥底に意識を向けて、そしてほんの少しだけ暖かいと感じた先、日の光がありそうな場所を探り当てて、その方向に決めて歩き出します。たとえその道が道に見えなくても、茨で覆われても、日の当たる場所を目指して、サウス。私の心は落ち着いている。私の本当の居場所はどこかないんです。